guys! I am Cuckoo Ray! 新シリーズマニアックプロレス PC エンジン完全初見なのでやり方が分かりません。手探り状態。まあたまにはいいでしょう。名前ですね。いきなり名前つけるんだ。インプット言わねえよ。くむくむがいい。うん、よし、エンド。うわ、幼い頃両親と死に別れ身なしごとなったくむくむがプロレスに加え真の格闘技を目指すプロレス界に入った。しかし彼は今のプロレスがショーであることを肌で感じ、プロレスを捨て先びたりの毎日を送っていた。そんなある日、プロレスなんて所詮子供男子のショーなんだ。もう許さねえ、表へ出ろ。待ちな兄ちゃん、さっきから随分と忙しいこと言ってくれじゃねえか。だがよ、そいつはこの俺を倒せたら言ってくれや。この野郎はもう喧嘩ですね。ボコボコ。パワースピードは申し分ねえよ。だが動きに無駄があるな。俺は岩倉って言うんだから、そのお先でプロレスの授業やってんの。もしお前が本当のプロレスやりてえなら俺んとこへ来いや。そして数日後、岩倉のジムでトレーニングを積んでいた。入ったんですね、新しい団体に。藤本神谷、前から話すメキシコ遠征、一人決める。メキシコか、新人じゃ通るよ。ワイが行かせてもらうで。ジャンボ鶴田みたいなやつですね。そして試合当日、いいかお前、同じジムの中でリングの上じゃ敵同士だってことを忘れんな。まずは藤本と組む組むだ。手抜くんじゃねえぞ。やる前から負けること考えるやついるか、バカ野郎。キックすでにマスターしてます。ハイキック、後ろ回し蹴り、ドロップキック、ニールキック、レベルがあるみたい。スリーパーホールド、アキレス腱固め、逆指固め、脇固め、4の字、チキンウィングフェイスロック、コブラツイスト、サソリバンジー、チキンウィングフェイスロックだって。ブルドッキングヘッド、モンキーグレース、スモールパッケージ、いろいろあるな。フロントスープレックス、バックドロップ、フィッシャーマンとジャーマン、ボディスラム、ナックル、スターライトボディープレスってなんだ。全部40だ。アーム、ボディ、レッグ、スピード、ここでセーブできるんだ。試合をする。マスコツカサさんなんですよ、女神転生の。かなりそれっぽいですよね。熱いですね、マスコさんの音楽って。大好きでしたからね。これどうやるの。ローキックかわした。
コマンド入力式の普通のあのアクションっぽいプロレスゲームと違うんです。全くコマンド入力なんですよ。またこっちのターンだ、ずっとこっちのターンだ。ナックルパート、最初はやっぱナックルパートでしょ。最初殴ってロープワークして投げ技やってっては基本ですからね、プロレスの。ローキックはかわされちゃいますね。怒りってのは何なの？逆転できんのが怒り使うと。このゲージ SP パワーなのかな、スタミナ S はなんだ。締めに行った。人間万引きセミパーホールド、これはなんだ、連打って決めるのかな。連打っぽいですね。エネミープレイヤーってことか。外したな。さあまた鉄拳制裁かわす。締めに入った、振り下ろされた。まあデビュー戦なんで技が少ないですね。ローキックは当たった、足にヒットした。ずっとこっちのターンだな、まだこっちの順番なの。武道館クロスの会場ですね。なんか投げに行った。さあここで叩きつける、戦いのゴミ収集日だ。ゴミを投げ捨てるかのように叩きつけました。スラム一つで湧きますね。お、倒れてる。スリーパーホールド。締めに行った。驚異の人間万力が締めつける。また連打ですね。これじわじわと体力を奪っていく。もう相手のパワーがだいぶ少なくなってきました。残り2本だ。ハイキック、腕にヒットした。お、開けられた。藤本、おお、どうする。おお、ああ選べるんだ。返し技は無理だったな。翼みてえだな、なんかやり方が。KO 勝ち、まさかハイキックで。しょっぱしょっぱい試合しちゃったよ。いいのかな。もうアキレス腱固め。おお、まあまあの試合だった。もっと盛り上げなきゃダメなのか。俺に勝って長野じゃねえか、これ。なんか若い頃の長野。ということで、とりあえずやってみました。なんか初めてですね、このコマンド入力式のプロレスゲームっていうのは。ファイプロとか、ああいうの、ディスクのプロレスはよくやってたんですけど、これは初ですね。
なんか PC エンジンってこういう系のプロレスゲーム多いですね。なんギャルゲーみたいなのあったじゃないですか、プロレスのなんとかなんだっけ、なんとかエンジェルみたいなやつとか、こういうの多いのかな。まあなんかストーリー性のあるゲームですね。単なるアクションで進んでいくだけじゃなくて、完全なロープレイみたいな大人のプロレスゲームって感じ。とりあえず今回アキレス腱固めを覚えたんで、ガンガン次から使えますね。よし、元気があれば何でもできる。